サンブヤタバレは、フランスオワー,ーズ県ボーベ出身で、マリ国籍のプロサッカー選手。マリ代表、ジュピラープロリーグロイヤル、アントワープ FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー。サッカー選手のムスタファヤタバレは実刑。2013年8月、オリンピアコス FC に4年契約で加入。遺跡金は220万ユーロと報じられた。半年後、出場機会に苦しみ、 フルスのバスティアにレンタルで復帰。2014から15シーズンは EA ニャンガンにレンタル移籍。2015年9月、スタンダールリエージュにレンタル移籍。2016年1月、ベルダーブレーメンに2019年までの3年半契約で加入。移籍金は250万ユーロ。さらにスタンダールリエージュにはレンタル期間の残り分として50万ユーロが支払われた。 2017年8月31日、買取オプション付きのレンタルで、ロイヤルアントワープ FC に加入。シーズン終了後、オプションが行使され、アントワープに完全移籍した。2015年1月のアフリカネーションズカップ2015ではカメルーン代表戦で得点を挙げた。ありがとうございます。